小出社長がこれまで生きてこられた中で影響を受けた人物がいらっしゃると聞きました。はい、ちょっとその方の、はい、あのお話をお聞かせいただけないでしょうか。はい、まずお一人はあの娘が通ってた小学校の校長先生で、あのちょうど当時ゆとり教育っていう時代だったんですけれども、あんまりそのゆとり教育っていうことに重きを置かないで、比較的こう子どもに、まあ、勉強を即すような先生 でやっぱり子どもがやる気が出るのを待ってたらもう100年もかかるよみたいな、絶対出てこないよみたいな、だからある程度やっぱりやらせなきゃいけないんだと、レールを引いてあげなきゃいけないんだよっていうことをお話を聞いて、まあ、それを校長先生はすごくあの私も仲良しですごく大好きな先生で、まあ、それが非常に心に残ってるのと、あとはあの大学生の頃にあの元町にありますハンドバッグの北村というところでずっとアルバイトしてまして、で、まあ、そこの社長が今の社長が当時はまだ専務か常務かなんかだったんですけれども、まあ、あの非常に個性的な方で、あのいろいろ本当に教えていただきました。北村社長から教えていただいたことってどんなことだったんですか。あ、まあ、一番こう本当に身についてるというか大切にしてるというかは、あのとにかく人に気を使えと、ただ気を使ってるって分かっちゃダメだぞと、うん、だから気を使ってるって思わせないで気を使えってよく言われました。気を使ってるんだって思わせない、はい、うん、で結構難しい部分でもありますよね。まあ、そうですね、だから結局それはこう例えば話し方だったりおすすめの仕方って変な言い方ですけど、はい、だったりいろいろそういう全部に関わってくるので、まあ、難しいけれども、まあ、一番こう中核かなと思ってますね。はい、そのなんかこう配慮とかが、うん、はい、そうですね、社長なりのこう社員教育というかに伝え方とかにも何か生きてこられたりとかするんですか。はい、その当時はまだ北村が、元町に1店舗と玉川高島屋に1店舗出店してるだけだったんですね。あとは神戸に親戚の方がいらして、そこの、まあ、ハンドバッグ店にちょっと置いてるぐらいだったし、まあ、通販とかっていう時代もないので割と本当にそのお店の中で接客をしているんですけれども、私の接客で気に入らないことがあるとお客様が帰った後に横に来てボソボソってこう、うん、今の接客はまあなんとかだぞとか言われて、だからそれは多分北村社長の配慮で他の人の前で怒らないとかそういうことだったもあるのと、もう一つはその人によって接客スタイルっていうのがあると思うので、例えばそれを他の人が聞いてあそうすればいいんだって思ってしまって違った方向に行ってしまうかもしれないじゃないですか。でもそういうこともあると思うので、ボソボソここで言うと思うんです多分ね、それは私の勝手な解釈なんですけど、まあ、なので、まあ、店に行って何かお店の人に、まあ、怒ったり注意したりすることは私はめったにないんですけれども、何か話す時もなんかつい横に立ってボソボソって話すなんか癖がついてますね。はい、やっぱりそれぞれの特徴があるから、うん、まあ、全体を集合させてこうしてほしいっていうのよくなんか耳にするなと思うんですけど、うん、まあ、そうですよね。まあ、そういうこともあるとは思うんです、基本的な本当にベーシックなことは、うん、ただやっぱり それぞれのね、接客の仕方とか個性とかやり方があると思うので、特徴を見抜いてあげるというか、はい、この人はこういう接客の それはそうですね、うん、それはもう子育ても一緒で、店の子だったら、まあ、ここのお店がいいのかあっちの店の方が向いてるのかとか、まあ、さっき言った事務所から何人か店の方にって言ったんですけれども、合ってるなって思う人だけを、まあ、選んでこっちに来てもらうみたいな、その人に何が一番最適かなっていうのはやっぱり考えますね。今の時代を生きてこられた本田社長にですね、はい、次世代に向けたメッセージをいただきたいなと思っているんですけれども、はいはい、まあ本当に頑張ってほしいなっていうのが一つと、まあ本当に臨機応変にその時代時代に何が適しているのかっていうのを見極めて、会社経営とか、まあ、家族のこととか、まあ、自分が生きていく上でどうしたらいいかっていうのは自分で本当に考えて、まあ、直感も大切にして頑張ってほしいなと思います。はい、自分でこう、うん、なんか
変化していくというか、うん、変わらないとこうやっぱり、うんうん、前に進めないというか、うん、生き残っていけないという、まあ、強くなれっていうとちょっと語弊があると思うんですけれども、やっぱり自分がこうなんか中心みたいなものを持ってれば、流されてるように見えても実は流されてなかったりするじゃないですか。だからそういうやっぱりそういう意味で、まあ、強くなってほしいなと思いますね。自分のこう軸をちゃんと持ってるか、そうですね、何が自分がやりたいのかっていいんですかね。まあ、ただやりたいことって結構変わってたりし来たりしません、うん、そうです ね, ねやっぱりその時々で、ね、やっぱ一生懸命やっとけば、うん、新しいなんかこ う, そ う, そ う, そう、うん、物事が浮かんだりとか、なんかあの誰かが言ってたのが、はい、中学 1,2 年ぐらいの時に興味を持ったものにが大体こう人生を左右するみたいなことを言ってて、あでも確かに中学 1,2 年ぐらいの時にすごく舞台見たりとかバレエを見に行ったりとかするのが好きで、演劇って楽しいなって思ってたので、それが将来的にやっぱりそういう仕事に一時期ですけどもついたし、だから割とその子どもの頃何したかとかって意外と影響があるんだなっていうのをすごく思ったんですね。ただ逆のことを考えると、まだ子どもの頃に世の中にどんな職業があるかもわからないのにこれになりたいってなかなかないじゃないですか。だからまああまりそれは深く考えずに、その時にあいいなと思う感性とかを大切にすればいいんじゃないかなと思います。なるほど、そこのこうやっぱり感性というか直感というか、うんうんね、大切にしてほしいですよね。そういうことは、ね、若者にとってはその時期を思う存分楽しんでもらうというか、はいはい、うんね、そうですね、はい、思いっきり遊んでほしいですよね。それがこういい人生にもつながっていくっていう、はい、と思います。本当に社長、今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。